桃天通りを行ってみましょう。飛鳥村の天皇陵をね、全部当てという要望でございますからね、とりあえず礼拝所だけ回りましょうか。くるくる回っとられるんでね、時間ないから。で、4基あるのかね、古墳としては文武天皇陵、天武寺東天皇陵、金明天皇陵、4両あるのかね。今日は風が強いんですけどね、雨が降るって朝からどうと言ってましたけどね。はい、こちらでございます。はい、文武天皇陵でございます。悲しいからね、こちらの方はね、神陵じゃないみたいなことをみんな言っとんだけどね、箱山天皇きれいに掃除してくれてますね。はい、ありがとうございます。持統天皇のお孫さんなんだよな、そういうことでございますね。お父さんが若くしてね、亡くなりやったんだよね。高取城に古墳があるんだけどね、それがそうじゃないか言われてるけど、明神古墳かな、その可能性があるみたいだけどね。まあ、お上は天皇陵の横にあるんだけど、あれはちょっとおかしいんだけどね。はい、ありがとうございました。文武天皇陵でございました。中尾山古墳やったかな、ちょっと離れてますけどね。あら、高松古墳だ。高松古墳はちょっと今日は用事なかったんだけど、目の前にある。これは高松古墳だからね、これからずーっと左に振るとね、その下に壁画館があるんだけどね、見えんな、壁画館は。ずーっと振っていきましょう。これズームしないとダメか、ズーム。1キロ以上あるかね、これ。これはズーム。これ。これでございます。これが建国塚古墳でございます。斎明天皇陵。と思われますけどね。はい、今日誰もね、いらっしゃらんね。誰かいるかね。ちょっとやっぱ焦点が合わんか。いらっしゃるな、一人二人。はい。はい、ありがとうございます。健康いつかこうです。後で回りますね、最後にね。はい、ありがとうございます。この遠さでございますからね。ああ、トンボが飛んどるね。いや、目の前であります。はい、高松塚古墳でございます。昭和の時代やったね。で、ここはね、高松塚の壁画館なんですよ。壁画館がね。壁画館でございます。秋がもうちょっと深まるとね、もみじが色づいて綺麗なんだけどね。はい、これちょうどね、裏側になるんですけどね。看板はまだ反対側ですけど。ちょうど発掘調査された時に見に来てたんだけどね。これその、ね、八角形のね、先の一番先のね、ここちょっと掘ってあったよね。ちょっと撮影やめてくれって言われたけどね、撮影するぐらいよかろうね。ほんでこれが中山古墳。あら、その当時はね、中この石碑が見えたんだけどね、石棺までどうやったか分からんけど、今埋め物してあるからね、見えないですけど、解説版があるんだけどね。これが
マンボテンの漁じゃなかろうかと言われたんだけどね、間違いなくなかろう。今の剣豪伊豆川古墳みたいにイメージね、一応いっぱい貼り付けて八角踏んで、これもやりはんのかな、なんかそんなこと言ってたけどね、飛鳥村そんなこと言ってましたけどね、何にも見えませんか。こっちは南なのかね、南なんでな。お、開いてんじゃんか。いや、開いてないな。見えないね。やっぱ埋めてますか。残念でございました。これもね、ね、まだ山はね、残ってるんで。これちょっと持ったな。最初来た時もっと低かったな。ちょっと持ってくれたのかもしれんな。はい、ありがとうございました。中山古墳でございました。次行こう。